標準時は、ある国家、または、広い地域が共通で使う、地方時を言う。地方時とは、ある地域、地点の時刻を指し、元来は、平均対応時を用いた。これは、観測地点に依存する時刻であり、経度1度の違いで4分の時差が、経度15度の違いで1時間の時差が発生する。従って離れた都市は、それぞれの時刻を用いることとなり、 共通の時刻に合わせることはなかった。これに対して標準時では、広い地域が共通の時刻を用いる。標準時で用いる時刻は、現在は、協定世界時との差が1時間もしくは30分単位になる程度の地点の時刻を用いることが多い。その程度の選定は、国や地域が広がる程度の範囲の中心や、人口密度、都市の位置、その標準時が使われる。 地域間の実差などが考慮される。共通の標準時を使う地域全体を標準時間帯、時間帯、当時帯、またはタイムゾーンと言い,い、その地域の標準時を示す際には、後区との差で示すことがある。また、国によっては夏時間が使われる。標準時間帯の地図標準時が導入される以前は、各々の,の,の自治体ごとにその町での太陽の位置に合わせて、 時計を合わせていた。すなわち都市や観測地点ごとに定めた平均対応時であった。移動者は移動の度に時計を合わせ直す必要があった。鉄道が敷設される以前はこれで十分に間に合っていたが、鉄道によってそれまでよりも格段に早く後半を移動できるようになると頻繁に時計を合わせ直す必要が生じた。また、 鉄道の運行自体に与える影響も無視できなくなった。この問題を解決するために、ある地域内で鉄道運行に関わる全ての時計に共通の時刻を用いるという、鉄道時間、後に標準時の仕組みがイギリスで生まれた。この共通時刻としては、基準となる地点の平均対応時を用いた。イギリスでは、ロンドンの時間、 すなわちグリニッジ平均時をこれに用いた。時刻を合わせるには、当初は時計を運んだが、後にグリニッジ点問題から電信で伝える仕組みとなった。標準時の考え方を世界全体に適用すると、世界はいくつかの時刻帯に分割される。それぞれの時刻帯は15度の経度範囲をカバーする。これら各々の時刻帯内に属する時計はすべて、 共通の時刻に合わせられ、隣り合う時刻帯の間は1時間ずつ時刻がずれている。1884年の国際死後線会議において、グリニッジ死後線が本所死後線として国際的に採用され、したがってグリニッジ平均時が世界の各地域の標準時の基準の地位を獲得した。この会議では、サンドフォードフレミング卿が 自国体の仕組みを提案したが、本書子午線を決定するという会議の目的から、外れるという理由で採用は見送られた。しかし実際には1929年までには主要な国のほとんどが自国体を採用した。また、1918年には、世界の対応を航行する艦船においては、日常使用する時刻を毎日正午に、船の位置する。 四五線の地方時に合わせていたが、イギリスの通商部において、この慣習を、改めて会場においても、陸上において、当時の多くの国が採用している、標準時と、同様な時刻系を採用することの可否について、関係者の詳細な意見を集めた。アメリカとカナダでは、1883年11月18日に、両国の鉄道会社によって、標準時刻帯による、 鉄道時間が導入された。当時の新聞はこの日を二つの称号を持つ日と書いた。この時、政府は時刻についての立法措置や決定を特に行わなかった。鉄道会社は五つの時刻帯を単純に採用し、市民もこれに従うものと考えた。鉄道経営者の組織であるアメリカ鉄道協会は、 時刻を標準化することに対して一般の科学的関心が高まりつつあることに気づいていた。そこであらは当時存在していたそれぞれの鉄道路線の境界に合わせて不規則な境界線を持つ独自の時刻体を考案した。これは一部には政府によって鉄道経営に不便な時刻体が採用されてしまうのを前もって避けるためであったと考えられる。 多くの人々はこの新しい時刻、鉄道時間を単純に受け入れたが、これには法的裏付けが全くないとして拒否する市や軍も少なくなかった。法律に規定がないと、例えば契約書の満了期限として深夜と書かれていた場合、この深夜はいつを意味するのかといったことが問題になる。アイオワ州の最高裁判所で審理されたある裁判では、 閉店時間の違反に問われたある酒場の経営者が自分は鉄道時間ではなく地方時に基づいて営業していると主張して無罪となった例があったその後も標準時は地域の問題となっていたが1918年にサマータイムの導入の一部として標準時が法律で制定された1868年11月2日には ニュージーランドが全国で使われる標準時を公式に採用した。名称はニュージーランド平均時。おそらくこれが国内で単一の標準時を採用した最初の国であったと考えられる。ニュージーランドの標準時は統計172度30分の経度に基づくものでグリニッジ平均時より11時間30分進んだ時刻となっている。 各地域の標準時の基準としては、グリニッジ平均時が長らく採用された。その後、現行の協定世界時が実施された、翌年の1973年にシドニーで開催された、国際天文学連合第15回総会において、すべての国の標準時の通報のための基礎として、グリニッジ平均時に代わって、アトクを採用することが勧告された。以降、 協定世界時が多くの国で法定常用時の基準となった。ありがとうございます。